双眼鏡、双眼鏡、双眼鏡とは望遠鏡の一種で、二つの共同、大物レンズと接眼レンズを連結して保持し、レンズ以外からの光線の入射を防ぐ筒を平行に、並べ遠方のものを両目で拡大している光学機械である。古くは望遠鏡と共に、沿岸鏡と呼ばれた。風景観察、感激、スポーツ観戦。 オペラグラス参照、天体観測、天体観望、動物観察、野鳥観察など、船舶における安全のための監視、漁船における漁軍等の確認、軍事用などに用いられる。不可機能として、防水双眼鏡や防振双眼鏡、手ぶれ補正機能付きがある。双眼鏡は、成立像を得るための光学的な構成などによって、いくつかの種類に分類することができる。 ポロプリズムやダハプリズムが利用された、プリズム双眼鏡の使用性能は、7X50 というように表記される倍率と、対物レンズ光景、および視野角、視界で表現される。写真の例の場合、倍率は7倍、対物レンズ光景は 50mm、視野角、視界は1000ヤード先の対象物において、横幅372フィートに相当する角度、となる。また、 航路内に空気ガラス界面が多いプリズム双眼鏡では、レンズやプリズム表面の反射防止コーティングの有無が、性能に大きく影響する。現在では反射防止コーティングが施されている製品がほとんどであるが、反射防止コーティングが普及しつつあった第二次大戦から、戦後間もなくの間は、写真の例のように、性能諸言とともにコーテットオプティックスと記載されることも多かったようである。 接眼レンズから目をどのくらい離したときに、最もよく視界全体を見ることができるか、ということも双眼鏡の使いやすさを左右する性能で、アイポイントあるいはアイレリーフという項目で、カタロー表記されていることが多い。メガネ仕様の場合、アイポイントが十数ミリメートル以上ないと、視界全体を見ることができないので注意が必要である。その他双眼鏡の見え方は、 視野角周辺の解像度、色収差、Y 極収差、フレア、起点収差、コマ収差、透過率などの様々な光学的性能やピント操作の滑らかさや確実さなどにも大きく影響をれるが、双眼鏡についてこれらの特性を測る標準的な方法は合意されておらず、カタログ表記もされていない。カタログで ED ガラス仕様、異常分散レンズとあれば、 色収差が少ないはず、マルチコートとあれば、フレアが少なく、コントラストがいいはず、というような推測は可能だが、実際には覗いてみないとわからない。ガンや防震型、固定課題上の大型双眼鏡を覗き、ほとんどの双眼鏡は、中心軸、左右の共同の中間にあり、双方を連結しているピンのところで、蝶つがいのように全体を折り曲げることで目幅、左右動向間隔に、 接眼レンズの光軸の間隔を合わせるようになっている。一度正しく調整した後は、中心軸の接眼側にある目盛りによって、目幅を知り、次回からすぐに合わせることができる。多くの双眼鏡では、センターフォーカス、CF 方式といい、中心軸にあるリングで両方の共同の焦点を、同時に変更できるようになっているが、防水型では、左右両方に調整リングがあり、 それぞれ独立に調整するようになっている独立調整、if 方式。動物特に野鳥の観察には素早く焦点距離の調節ができる CF 方式が便利だが、防水式の主な用途である会場及び軍用では焦点の素早い調節はあまり必要でないため、左右独立式でも大きな不便はない。同様に、 天体観測用の大型双眼鏡もイフ方式が多い。双眼鏡によって最短合照距離は1メートルほどから80メートル以上と様々で特に短いものは美術品の干渉にも使われる。左右の目の視力に差がある場合、両目ともにピントの合った像を得るためには左右の光学系の焦点調整に差をつける必要がある。左右独立に 焦点調整するタイプでは、通常の焦点調整によって、差を切ることが可能である。中央の調整リングで、左右の焦点距離を同時に調整するタイプでは、片方、多くの場合、右目側の接眼レンズの近くにあるダイヤル、あるいは、中央の調整リングを引き出す、などの方法で指導の調整が可能である。厳密には、観察対象までの距離に応じて、 指導調整を微調整をする必要があるが、通常、一度調節すれば以後行わなくても、大きな支障はない。レチクルと呼ばれる照準メモリが描かれている、双眼鏡では、距離を測定したり、相手の大きさを測ることができる。また、応用として、相手の速度の算出も可能であるが、あくまで概略を簡易計算する程度に過ぎない。即居では、 相手の大きさをすでに知っている必要があり、採寸では相手までの距離をすでに認知していることが前提条件となる。陸上では両手の指をすべて親指は下に共同に回し、軽くつかむように持つのが普通だが、漁船など小型船舶では船の揺れにこうして対象を視野の中央に保つため指をほとんどあるいは完全に開いて、 両手の指の付け根あたりで共同左右から挟んで保持する方法も場合によっては使われる。左右の光学系の光軸を平行にあるいは一定距離の被写体で交差するように調整することでまさしく両目視でき、また疲れないで使用できる状態になる。この調整は通常工場やサービスセンターなどで実施される。 感激用に製品化された双眼鏡のことをオペラグラス、英語オペラグラセス、ドイツ語アッパーングラス、またはティーターグラスと呼ぶ。オペラを鑑賞する際、観客席から役者の表情などを見るために使用したレンズ付き器具を指す言葉であり、19世紀後半以降、裕福な人々の間に普及していった。ドレスアップした場でのファッションアイテムの一つであったため、 写真のように豪華な外装を施されたものも多く作られた。多くが双眼鏡だが、単眼鏡のオペラグラスも存在する。倍率は2倍から6倍程度で、ガリレオ式工学系のものが多い。ガリレオ式の単純な構成を生かし、折りたたみ式のものや、フレームだけで構成され、京都を持たないものなども存在する。美術館などでの鑑賞時にも利用できるように、 一から二メートルの近距離にもピントが合うように設計されていることが多い。装飾としてはシンプルなものから細かい彫刻が施されたものなど様々である。富裕層の間では、象下やマザーオブパール、白蝶貝と呼ばれる真珠の母貝、宝石類で装飾されたものなどが使用された。また、長時間の干渉で手が疲れないようにハンドルのついたものや、 劇場内でパンフレットを見るためにライトがついているものなどもある。大きな劇場では感激用にオペラグラスを貸し出しているところもある。無料貸し出しのところもあるが多くは使用料と保証金を預けることになっている。保証金は破損、紛失などがない限り返却時に返還される。例えば宝塚大劇場ではレンタル料500円、保証料5000円。 新国立劇場では以前は3000円の保証料が必要だったが、現在は利用者登録により不要。使用料は500円と1000円で、通常のものはナシャカのオペラグラス。高級品はサンテプラス社の歌舞伎グラスで、ピント調整が自動で明るいレンズのメガネ型をしたオペラグラスである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。